はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ナミスケダウン電磁気役部アニメ若研究室 YouTube パーソナリティの電磁気役です。よろしくお願いいたします。はい、ということで、今回もね、漫画の話をしていこうかなと思います。それではこちらです。じゃじゃん。はい。これ順番どう読んでいくんだろう。異世界で上前跳ねて生きていく、再生魔法使いのゆるふわ人材派遣生活という、漫画になりますと。そうですね。私はね、結構好きでした。思わず2巻買っちゃいました。はい。まあ、上前跳ねて生きていきますよと。まあ、もうね、書いてある通りです、内容は。異世界で上前跳ねて生きていきますと。で、やることは、再生魔法使いが、アップしようか。異世界で上前跳ねて生きていきますと。で、再生魔法使いの、ゆるふわ人材派遣生活という、お話になっております。内容は、もうここに書いてあるまんまです。ね、トマトとキノコのボンゴレビアンゴとかなんかそんな感じです。ボンゴレビアンゴとトマト関係ないな。まあそんな感じですよ。入ってるもの全部書いてますね、ここに。まあ異世界転生ものですと。で、モンスターコミックスの、方でネット連載やってるのかな。たまたま見てて、1話、2話読んだのかな。まあまあまあ、ふーんって思ってたんですけど、まあそちらの方はコミックは1巻出てて、Kindle Unlimited の方で読めたので読ませていただきました。Kindle Unlimited ね、山ほど異世界転生漫画あんのよ。もうっていうのもあるんですけど、話がっていうのと、作画がっていうのがあるんだけど、これはね、両方ともちゃんとしてた。話はちゃんとしてて、で、まあ、絵もちゃんと読める感じのレベルです。ものすごく高いかって言われると、そうではないですけど、私は意外と読めて、意外と好きでした。この人の絵のタッチがね、作品になっておりますと。そうね、もうでも、内容をご説明しようにも書いてあるんだからね、ここに。まあ、主人公が、過労で倒れて異世界に行きましたという話ですと。で、まあ、異世界はファンタジー異世界ですと。よーし、俺も異世界から来た知識、石鹸作ったりとかさ、いろいろ異世界のね、知識を持って、よーし、この世界成り上がるぞーって思ったんですけれど、まあ、この世界だって必要なものは自分たちで作ってるし、魔法がある世界なので、魔法で補助して、その辺のは全部大体解決してるので、出る幕はなかったというお話から、スタートしておりますと。で、まあ、生まれたのは商家の、まあ、そこそこお金持ちの三男坊ということでね。で、まあ、魔法使い、まあ、なんでしょうね。なんていうのかな。ハリーポッターで言うと、一般家庭から、魔力が生まれたとかだったかな。確かそんな設定で。で、まあ、貴族さんたちがいるところに、魔法でいるんだ、行くんだけど、この世界は、まあ、攻撃魔法を使えるのは男だろうみたいな価値観なので、この人に適性があったのは、再生魔法使いで、まあ、言うほどそっちでは活躍しませんと。なんで魔法では活躍しませんと。いうお話ですね。まあ、何してやっていくのっていうと、まあ、異世界で上前跳ねて生きていくわけですよ。で、やることは人材派遣業っていうね。お前、ブラック企業から転生して人材派遣業やるってエグいなっていう話ではあるんですけど、まあ、その辺のエグさはなく、楽しくまあやっていくというお話ですと。まあなんていうのかな、こういうのでいいんだよ、こういうのでって感じで読めます。本当に母って感じで読める感じで、なんていうか、あるじゃないですか、心疲れててそういう思いの読みたくない時あるじゃないですか。リゼロ超面白いんだけど、ちょっと今そのきついの見れねえなみたいなのあるじゃないですか。そういうので見れる感じですね。まあざっくり言うと、人材派遣業では基本的にまあありがちなね、転生先の中世ヨーロッパっぽい、魔法の世界で、まあ、奴隷さんたちがいますと。で、まあ、体が弱くて売られた子とか、戦争で怪我して使えなくなって売られた、落ちぶれて売られた兵士さんとかのね、なぜか女の子ばかりを、まあ、多分、労働力にならないから安いんでしょうね。で、傷物だしっていうことで、を、安く買って、再生魔法で亡くなった手とかを治して、で、その子たちを冒険者業で鍛えて、で、自分の代わりに冒険のギルドの依頼を受けさせて、その上前を跳ねて生きていきます。成り上がっていきます。という、お話になっております。なので、見る人が見れば大変胸クソ悪い主人公かもしれませんけど、まあ、その辺あまり感じさせないように、コミカルに絵でうまく描いてるのかなっていうのはこの作品です。まあ、さっきも言ったように、
何でしょう、軽く読めるので私は結構好きで、あの面白かったので続きどうなるんだろうと思って2巻まで買って読みました。出てるのは2巻までかな、次が今年のな初夏5、6月とかでしたっけ。まあそんな感じなので、まずはね、Kindle Unlimited で、無料で読めます。で、まあこのタイトルで検索していただければ、配信ページとかもあるので、多分1話は見れたんじゃないかな。まあ、よろしければ読んでみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回は、異世界で上前跳ねて生きていく、再生魔法使いのゆるふわ人材派遣生活の、ご紹介でした。結構テンポよく話進んでいくので、サクッと読めていい漫画だと思います。それでは、バイバイ。